原作は終戦のローレライで知られる大ベストセラー作家福井晴俊さん、そして出演者は真田広之さん、寺尾明さん、佐藤浩市さん、中井貴一さんといった超豪華メンバーです。この中から今回特別に主演の真田広之さんがインタビューに答えてくださいました。今回の撮影は自衛隊の全面協力のもと、日本に4隻しかない本物のイージス艦で撮影されたそうです。いや、想像でしてましたね。もう大きさもそうだし、それからやはり実際にもう今スイッチを押せば使えるぞというミサイルがそこにはあって、銃器もあって、なんかね、不思議な感じでしたね。さらに静岡県には3億5000万円もかけて原寸大のイージス艦のセットまで作られたそうです。実際にその、大掛かりな実寸大のイージス艦のセットを静岡県で組んでいただいたんですけど、なんかその全く見事に復元されているので、やっていて、今日は本物だっけセットだっけっていう境目がなくなる瞬間があったんですよ。まあ、イコールそれを作り上げたねスタッフに拍手だったんですけども、真田さんはそんなスタッフの熱意に応えるべく、危険なシーンでもスタントマンを使わず自分自身で演じたそうです。まあ、アクションに限らずですけども、歌でも踊りでもその他のいろんなスキルというのはスタントマンも人間なんだし、訓練してできないことはないはずだ。訓練してできないことはない、それが真田さんの信念。その言葉通り、真田さんはいつどんな役が来ても対応できるように、プライベートのほとんどを勉強や訓練に使っているんだそうです。そして現在真田さんがチャレンジしているのが語学。あら、自分の働くフィールドが外広がれば広がるほど、その、まあ、英語であったり中国語であったり、それを本当に使いこなせるというのが、まあ、言ってみればライセンスみたいなもんですから、それはやはりもう時間が空くとそういうことに費やしてますね。真田さんが今最も意識しているというのが海外の作品です。去年のハリウッド映画ラストサムライに出演して以来、海外からの出演依頼は後を絶たないといいます。そのラストサムライで真田さんは衣装や小道具に至るまで細かく指示を出したんです。それは真田さんの日本人俳優としての誇りでした。日本人が見ておかしいよと思われるものは残したくもないし、それが世界に伝わってしまうわけですから、もうこれがハリウッド映画最後になってもいいやっていう、嫌われてもいいやと思ってやってたんですけども、向こうの方々が日本に勝手に抱いてるイメージをそのまま演じさせられる時代はもう終わらなきゃいけないという、もうなんか自分たちの世代でそれを払拭して時代を変えていかなきゃという、そういう意味では真の意味でのね、開国はこれからだなと、文化の面においてはと。だから本当に今幕末気分ですね。深いですね、一言一言が。Who's here? The Sanada Hiroyuki Sanada from The Last Samurai. Oh, he yeah. He was not Ken Watanabe, but the other guy was in that. And he was also in the Twilight Samurai. He went to...映画の試写室が並ぶ上の階に、今まさに日本映画のコーナーで話題に上っていた俳優の真田広之さんがいらっしゃいました。ハリウッド映画ラストサムライなど世界的な大作にも出演している真田さんは、常々日本映画の国際化に貢献したいと語っているんです。その真田さんが映画祭の裏側で行われる熾烈な宣伝合戦を勝ち抜くため、今回は日本映画の新作亡国のイージス全スタッフを代表して自らカンヌに乗り込んだんです。映画を買いに来たバイヤーと呼ばれる人が厳しく作品を評価する試写会会場、この日はその亡国のイージスが試写にかけられていました。自衛隊のイージス艦が乗っ取られ、首都東京全体が人質に取られるという物語。真田広之さん、寺尾明さん、
佐藤浩市さん、そして中井貴一さんなど今の日本が誇るトップ俳優が軒並み出演している大作です。どんなにみっともなくてもいい、とにかく生きろ。映画を見終わった海外の記者たちから引っ張りだこの真田さん、まあ、英語や中国語も堪能なので通訳なしで2時間以上にわたって取材に答えていたんですよ。His performance in Aegis, which I saw this morning, is spot on. It's a fantastic performance and one of the best performances I've seen so far at Cannes this year. He's a very nice guy and I liked talking to him very much. He speaks good English, I think.と海外の記者たちの評判も上々の真田さん、私たちのインタビューにも答えてくれました。なんか個人として受けてるというよりは作品の代表として、それも自分の一つの役割として代表で答えてるという感じなので、なんかこの辺にね背負ってますから、そんなに心細さはないんですよ。逆に言うとここ何年かこうあちこちで撒いてきた種がちょっとずつ芽を吹いてきて、なんとなくそういういろんな経験がこれに役立ち、これが思わぬところで役立ちっていう、それなんかリンクをしだしてるっていう、何事も積み重ねだなとつくづく。日本映画の国際化に確かな手応えを感じ始めた真田さん、それは早くも映画の売れ行きにも反映されているようです。映画祭では日本映画の窓口となっている担当者、こんな風に話します。真田さんがこっちに来て、効果というのは非常にあったんじゃないかと思うんですよね。やっぱり真田さんの話題というのは結構出てますし、やっぱりそれ話題に上っているということは、かなり、引き合いが出てるんじゃないかということが、言えるんじゃないかと思うんですよね。日本を代表する俳優として華やかなカンヌの裏側にあえて飛び込んだ真田さん、その活躍が32カ国からの問い合わせにつながっているんでしょうね。じゃあ船人を操船、船は舵を失い暴走している、直ちに全員脱出しろ。いいか、ヨンファの部下たちもだ。そして絶対に生きろ。どんなにみっともなくてもいい、とにかく生きろ。